というわけでございます。イフトボール2023行っていきましょうということで、月曜日2月13日11時、ガチャ更新来ました。チェルシーということで、ここに来たさ、これマジでルカクに思った。俺ほんとすいません、ルカクあれまだチェルシーいたっけってマジで思いました。クリバリさんすいませんでした。似てます。はい、まあ来てるメンツこんな感じです。いや強っ。なんだこれ。あれ、スターリングさん最近何してます。あれ、オバメヤさん最近何してますということで、ハフェルツ、ザカリア、チアゴシューバー、ククレジャ、クリバリ、スターリング、ケパということで、皆さんどうでしょうか。まあ一人ね確実に大当たりの選手はいますけども、見ていきたいと思います。まあ、まずケパからいきましょう。コラボシング81、トップ強化で来てますね。レベル19ということで、まあ正直コンディションの波大きいですし、ライブアップデートが大きく良くてもね、キーパーでコンディションの波大きいはなかなか使いづらいなというところでございます。キーパーはやっぱ安定感が大事。はい。で次、ククレジャ。左サイドバック。でククレジャはね、特有のなんか強さあるんですけども、なかなか使いづらいよね。はい。スキルは1ターン、ジグラターン、マリーシア、エアバトル、セリングタックル、ということで。あ、ピンポイントクロスないんだね。なんか勝手にあるイメージでしたけど。で僕もね、ちょっとね、ククレジャ使ってた時あったんですよね、昔。指名契約権で来たやつかな。もしかしたらそれはあるとかかもしれないんだけど、まあないか。さすがに。はい。その時結構ククレジャ強かったんで。まあ数値がね、シンプルに高いんで、まあ左サイドバック、攻撃的な左サイドバックのワンピースとしてはありかなと、思います。それなりに守備センスもね、ディフェンスセンスがこのタイプとしては、まあ70乗っけてってやれば、ボール出しとかも、ボールダッシュ、アグレッシブエース、守備意識も70中盤にまで上がりますし、まあ、スピシンはあって、まあ、フィジカルはね、ないけども、まあ、そういった選手ではないので、まあ、左サイドバック上げる戦術使ってる人には、もしかしたら合うかもしれないですね。はい。続きまして、アーセナルから、バルサに行って、なぜか今、チェルシーのオバメヤンさん。はい、もう多分この人は、チェルシーで出ることないし、今、まあ、言ったらちょっと干されてる状態になっちゃってるんで、結局、冬も移籍しなかったですし、まあ、ライブアップで乗ることがないので、獲得してもみたいなところはちょっとありますけども、ただね、レベルのね、上限が29なので、数値的には悪くは なさそう。で、ラインブレーカーで、やっぱオバメってね、オバメゲーってね、一時期、2年前ぐらいまで特に言われてた時あったので、まあ、そういう使い方、オバメ特有の裏抜けみたいなのがあるかもしれない。てか、オバメがこういう形で行くの久しぶりだよな。ほんとオバメって2年前ぐらいまでマジで強かったから、ウイーレ、イーフットボール、まあウイーレまでね、強かったから、ちょっと当てて使ってみたい感は若干あるけど、僕グーナーなのでアーセナルが好きなので、ちょっと複雑です。はい。そしてチアゴ・シューバー、レベル上限21ということで、まあスキルがね、かなり豊富なセンターバックで、まあサイズないですけども、まあ安定感がある。まあ 3CB とかのね、サイドの方の、センターバックで使う人とかいるんじゃないかなと思います。レベル上限はそんな高くないので、まあ、乗り換えとかまでわざわざ必要なタイプじゃないと思います。はい。スターリング、レベル上限26。まあ、サイドバッカーのイメージですけども、今は CF もね、濃い適性があるので、まあ、CF で使う人がいるのか問題ということですね。まあ、ウィングストライカーなんで、CF で使うと無印フォワードになりますね。で、逆足頻度精度ともに普通、コンディション波も普通ということで、まあ、なかなか難しいよね、このタイプの選手使うの。はい。で、まあ、いい点としてはワンタッチシュートとスルーパスがあるって感じかな。で、意外にもダブルタッチがないんだよね、スターリングって。シザースしかないんですよね。ドリブル系のスキルが。まあ、なのでその辺どうかなっていうところですかね。はい。まあ、コントロールループあるのとかもいいよね。はい。そして今日の、まあ、大当たりと言われてはいますけども、ザカリア、アンカーですね。で、レベル上限23ということで、まあ、ただね、初期数値でディフェンス能力かなり高いのと、スピシュンがあるのと、フィジカルがあるってことで、まあ、アンカーで使って、刈り取り役にしたいって言った点では、もう十分能力高く来ているという感じですね。で、逆足精度、頻度、ともに高い高い。で、コンディションの波が小さい。で、スキルこんな感じ。ヘッダー、ミドルシュート、ライジングシュート、まあ、シュート系、ワンタッチシュートまで持っていて、ワンタッチパスもあるよと。で、守備系バッ、マンマーク、インターセプト、ブロッカー。ブロッカー持ってんのもいいよね。はい、こんな感じです。ワンパールのもいいよね。はい。で、これがまあビエラの替えになるんじゃないかと言われております。まあね、プレスタイルがそもそもアンカーとね、違いますけど、アンカーとボックスボックス、ビエラは違いますけども、まあライブアップでが乗った週は全然ザカリアで正直僕もありだと思います。これ普通に強い、スキルも含めて。はい、次いきます。クリバリ、
ルカクと見間違えてしまいましたけども、まあ、このクリバリも普通に強いけどな。はい、まあ、ライバペン乗ったらこれも使えます、かなり。はい、当てておきたい。レベル上限25なので、まあ、ディフェンスセンスとか90乗っけて、ボールダッシュも90乗っかるでしょ。で、まあ、アグレッシブネス、守備意識を90乗っけるか乗っけないか問題ありますけど、僕は乗っけなくてよくて、それ以外のスピシュンとか、まあ、フィジカルとかに振るっていう感じかな。まあ、ただ、気をつけてほしいのは、クリバリね、足元ないので、そこのビルドアップの部分でボール取られてショートカウンター食らうみたいなところだけ気をつけながら使用するといいかなと思います。じゃあ最後、ハフェルツ。ハフェルツもね、今ね、前線の選手かなり補強しましたか、チェルシー。ちょっと出番なくなるんじゃないかって言われてますけども、まあ、ジョアン・フェリックスとね、ハフェルツ。まあ、この辺は楽しみですよね、チェルシー。まあ、僕はアーセナルファンなので、ちょっと楽しみじゃないですけども、ということで。ハフェルツ2列目から飛び出してね、このサイズの、188センチのサイズがあって、この能力。ただ、レベル上限20ってことで、まあ、そんな高くないので、まあ、正直、この別にハフェルツはそこまでかなっていう感じはしてます。はい。ということで、僕欲しいのはもうザカリア。ザカリア。まあ、ちょっと気になるのは、オバメ。まあ、ザカリア、クリバリ欲しいかな。まあ、ちょっとオバメ気になる。このクリバリも普通にやれるからな。持ってない人は確保しておきたい。はい。なので、これ、美課金の人は引くべきガチャかなって思いますね。今日は。無課金は、まあ、でも、ザカリアとかいた方がいいしな。まあ、無課金も、溜まってるコイン3回、引くのはありかなと思います。まあ、でも、ザカリア、クリバリ、この辺がね、当たったら撤退でいいかなと、思います。さあ、行きましょう。最近さ、この月曜日のガチャ、マジで引きが悪いんで、ちょっとここらでザカリア、神引きしていきたいよと、思っております。お願いします。お願いします。26番。お、クリバリ。まずはクリバリ。悪くない。いいでしょう。ルカクと見間違えてすいませんでしたと。逆足頻度精度は普通、コンディション並みは小さいですね。で、スキルも素晴らしいということです。さあ、行きましょう。2回目。これはね、神引きの流れ来てますね。最初クリバリで来てくれるのは、最近はもう最初ケパの流れでしたからね。はい。今日は最初クリバリ来るよ。そしたら次ザカリア来ちゃうよと。じゃあ3回目引くんかいどうなんかいっていうね、そういう展開になりますのでよろしくお願いします。はい、17番スターリング、いらんリング、いらないリング。はい、全然かかってなかったです、すいません。3回目もいきます。ザカリア、マジザカリア頼む、ザカリアマジ頼む。まあでもクリバリあれ結構ぶっ壊れ系の能力してたから、クリバリ当たっただけでも結構ラッキー感はあるけども。さあ29番ハフェルツ、ザカリアは当たらずということで、まあただね、今日はあのクリバリは強いと思うので、相当レベル上限25でしょ。正直ね、この数値だったら、今までのクリバリだったらレベル上限20とかで結構上限高めできてると思うんで、このクリバリガチスカ入れていきたいなと今後思っております。なのでライブアップでお願いしますよ、クリバリさん、高く来てくださいね。ということで、今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ザカリ当たった人使用感教えてください。さよなら。